はようございます。おはようございます。はい。はい。ポンちゃん。はい。今日はね、磐梯山。磐梯山。磐梯山です。はい。こんな感じで、裏に磐梯山が見えてて、こちらはね、磐梯山でもね、明治21年、1888年の大噴火がありまして、まあ、この桧原でね、まあ、400人以上犠牲者が出たという大爆発。その爆発でね、磐梯山の裏側はね、実はね、あんぐりとえぐれてます。あんぐりと。はい。えぐれています。はい。まあ、それをね、火口壁。火口なんですね、ちょうどね。でね、小磐梯っていうのがあったんですけど、それがぶっ飛んで、こっちにドサーッと落ちてきて、それで桧原湖とか、小野川湖とか、湖がね、3つできてしまいました。まあ、他にもね、小さい湖も入れるとね、もう数えきれないぐらい、もう何百とありまして、裏磐梯はレイクリゾート。レイクリゾート。はい、そう言います。そうなんですよ。裏磐梯から、この周回ルートがありまして、磐梯山の。ね、赤沼っていうね、赤沼。はい、河口のね、沼があって、まあ、昔は銅の色だったっていうね。今ちょっとだいぶ綺麗になってるんですけど、銅色。まあ、火山性のね、なんか、成分がね、銅の色、赤、真っ赤に見えたんで、赤沼と。で、そこからね、中野湯っていうところに出まして、その中野湯は、八方台からの道とね、ちょうどこう、繋がってるんですね。はい、そこが分岐になってます。で、昔はね、その、噴火前は、上野湯、中野湯、下野湯ってあったんですよ。でも、中野湯はね、残骸で残ってるんですけど、上野湯と下野湯は、ぶっ飛んでしまったのと、埋もれてしまったので、相当その時亡くなったという話も聞いてます。ね。はい。ご冥福をお祈り申し上げまして。ね。そして今日はその周回コース。帰りはね、河口壁を降りて、で、またここに戻ってきたいなと。まあ、そんな感じで。はい。まあ、行ってみたいと思います。ね。よろしくお願いします。それでは、ご案内します。レッツゴー！レッツゴー！はい。山ップ起動。登る。登山。はい。それで、今、スキー場の上にね、来たんですけど、ここはね、こっちはね、河口壁の方へ向かう入り口です。裏磐梯登山口。はい。こっから山頂だとね、3.5 キロ。はい。でも今日はね、私たちはね、赤沼方面。うん。ね。赤沼。で、帰りこっから出てきます。はーい。まあ、そんな感じでね。河口壁から登りたい方は、ここから入ります。はい。ね。スキー場の上に着きました。で、あそこね、河口壁がね、見えてます。ちょっと今日、お天気がいまいちですけど、すごいな。これ飛んできた石の一個。向こうにね、桧原湖。ほら、でっかいよ。この先がね、赤沼。赤沼って言ってもね、昔、以前は本当にね、赤っぽい、茶色っぽい、銅色だったんですよ。銅色。今はね、もうだいぶそれから数年経って、ずいぶん透けた色になってますよね。綺麗ですよ。今日はちょっとね、天気がね、もう一つだけどね。これ天気のいい日はね、素晴らしいんですよ。赤沼と裏磐梯。それであそこからね、噴気がね、今でも出てて、うん、上の湯っていうのは多分あの上の方にあったのかもしれませんね。ああ、はい、そうか。本当はね、それだと本当に崩れてるもんね。こっちはガブッと。そうなんです。ガブガブガブって、ガブッとね。ここにね、ここにね、小磐梯っていうね、小磐梯、はい、小磐梯山っていうね、ほら、うん、ピークがあったんですよ。ピークな、それごと吹っ飛んだっていうね。吹っ飛んじゃったんだ。はい。今はだから大磐梯と残ってるのは櫛ヶ峰と赤羽山。赤羽山。はい。それが残ってます。これね、古い温泉を引くパイプだったと思いますよ。こっちゃん。うん、これがね、中野湯からね、下野湯にね、温泉を引いてたパイプルート。うん、だからね、さっきの赤沼方面に下野湯があったと思うんですけど、うん、
埋もれちゃったっていう話です。すごいですねこれ噴火で。だってプラスチックじゃないもん、はい、石のパイプですよ。小石がこうほらセメントで固まったみたいな。そうですそうです、はい、古い時代のはこういうセメントでした。埋もれとるからね、うん、埋もれとる ね、うん、ね中の湯がだから多分温泉源だったんでしょうね。それで下の湯っていうところにこうやって流して営業してたんでしょうね、うん、はいねえ、その時代のこの配管を見るなんて珍しいですよ、ぼんちゃん、ね、ここを取らないとね、うん、この温泉の配管は見られません、ね、沢が一つ現れました。でもね、飛び石が置いてあって渡れるようになってますね、ぽんちゃん。ああ、その上に階段があるね。渡ってみます。沢を渡るとね、今度階段出現。滝がありますよ、ぽんちゃん。はい。清流。ここまでは、あでも登ってきますけどね、イワナはね、このぐらいのとこは、はい、小さい滝見つけたポンちゃん、ポンちゃん今ね、裏磐梯からね、中野湯のね、中野湯方面から来る八方台登山口からのね、ルートとここで分岐、ここで一緒になるのね、うん、はい、ここに分岐点がね立っておりまして、はい、4.6 キロ来ました。遠かったね。遠かったね。うん、 4.6 キロも来たの。そう、すごいな。ただ 4.6 キロというのはあの下の道路の下のとこからです、うん、ちょっと車でね、そうそう、車で2キロぐらい来てますから。今日はボンテマルがアルバイトしてくれました。だいたい 2.6 キロぐらいです、歩きは。 2.6 キロ、はい、ここからね、工房清水は 1.6 キロ。この下にね、旧あの中野湯のね、あの今は残骸、はい、なってますけどね、中野湯温泉のね跡がありまして、お湯はね今でもね入れるぐらい湧いてるっていう、まあ、話はね、うん、カブパパがしてました。大門道子、いたしません。あんな山道もう登れませんから。そして降りたくない、降りたくないコール。降りるの嫌い。なんで降りなくちゃいけないの。登ったのに、登ったのに降りるんだよ。ありえない。ポンちゃん、あの降りがね、もう大変だったよね。もう降りるなんてありえませんから。大体が登ったところをまた降りるなんて、人生は登り道でしょ。下りはいかん。下りは降りませんって言ったのだから。ピシッピシッピシッ、絶対に降りない。お疲れ様です。だいぶ紅葉が進んでましてね、ポンちゃん、はい、ここはね、裏磐梯の河口壁方面。すごい。あ、紅葉が本当だ。よくここからね、下見るとね、熊さん歩いてたりするんですよ。うん、今日はいないかな。今日はいないね。うん、で、あそこに見えるのはね、うん、小野川湖とか。小野川湖。はい。あれ、桧原湖。雲の向こうは西吾妻山と西大天。うん、この間、浅木マダラ見に行きました。はい。桧原湖がね、よく見通せるところに出ましたね。出ました。はい。そしてね、こうしてね、ポンちゃんと紅葉です。ポンタン、様、はい。紅葉のポンちゃん。生えますね。手袋は？生えてますよ。レディース、プリンセス手袋。はい。プリンセスは手出しませんからね。はい、今登ってきてね、あともう500メーターぐらいですね、工房清水。ここまで来ると、紅葉がね、
進んでるよ。見て見て紅葉が。綺麗よ。うわすごいね。綺麗ね。ですね、ポンちゃん。うん、これね、モミジさん。モミジさん。モミジさんだからね、よく紅葉してますね。赤くなったね。うん。綺麗ですね。はい。よし。秋の訪れっていう。秋の訪れ。訪れ。秋景色。秋景色。磐梯山のモミジ狩り。どどん。うん。でね、山頂がね、あそこですよ。山頂はそこ。今からあそこ行きまーす。はい。ここね、石の階段になってますね。工房清水前はね、こんな感じの岩なだれっていうの。で、工房清水からね、ちょっと一気にね、角度が増しますよね。お花畑とね、工房清水のね、分岐に来ました。はい。左へ行くとね、お花畑。まあ、帰りはね、そちらから、河口壁降りるんですが、今日はね、この工房清水方面の山頂方面に向かっていきます。はい。ポンちゃん、工房清水到着。工房清水。はい。工房大さん、ここで、水飲んどったかもしれん。やってきました、工房清水。ここはね、工房清水さん。これはもう、あ、やってるね。渋谷さんいるね。あとで帰りに寄ります。はい。あそこにね、清水湧いてるけどね、帰りに寄りますからね。もうすぐ頂上。磐梯山1816m。 本当は10年前はね、19m だった。 19m だけど、これがひっくり返っちゃったね。9がひっくり返って6になっちゃった。そういうことです。 3m 減りました。 3m 石積んでくるか。それは無駄よ。あの三角点が 3m 上がらんとか。そういうことや。ラーショーの雲海だ。そうだね。で、向こうが頂上。ね。ああいう感じで、みんな写真撮ってください。では、私たちはこれで、工房清水小屋で、ランチ。これやね。紅葉の一番綺麗なポイントやね。今のところ。そう、沼ん平のね、ちょっとね、なんて言ったらいいかね、お花畑方面といえばそうなんですけど。ポンちゃん。ポンちゃん。やっぱあんとポンタは晴れ呼び男と晴れ呼び女や。晴れたよ。あれが頂上、晴れてきた。ほら。雲。晴れてきました。そうね。